はい、皆さんこんにちは。今日もリチャードチャンネルへお越しいただきありがとうございます。今日は、リチャード君に、リチャード君が寂しがってる様子とそれをまたあやしていく様子をお送りさせていただきます。今お送りしているのは、お家に帰ってきてリチャード君に、寂しかったかどうか聞いているところですね。まあ、こんだけピーピー泣いてるってことはやっぱりかなり寂しい思いをしていたみたいなんですけれども、僕自身が、3日のジムに行ってきまして、そこから帰ってきて、いるので、まあ大体時間にしたら3時間から4時間ぐらい、お家から、出ていた状態ですね。さあ、ある程度なでなでしてあげるとしっかりと、もうまだ泣いてはいるんですけれども、甘えた声を出し始めています。さっきまでと違って怒ったような声ではないですね。もっとたくさん撫でてくれと言っているような声ですね。これはまだまだ撫で撫でが欲しい状態ですね。さあ、おジャンプしてきましたね。リチャード君、最近僕ら、飼い主に飛びついてくるっていう新しい特技を覚えてくれまして、こうなってくると泣いたりはしないんですけれども、こんな感じでね、ポケットにすぐ入っちゃいます。ポケットの中でだいぶ落ち着いているのか寝たりとか、あとはトイレをしてしまうこともあるんですけれども、まあ、こうやってね、人間の体温によって温められて、ゆっくりとリラックスできている状態、これはすごく、まあ、リチャード君にとってもすごくいい状態なのかなと思うので、僕らとしてもすごい嬉しいですね。ここまでしっかりと懐いてくれるっていうのはすごく嬉しいなと思います。ただこうやってちょっと服にですね、いたずらをしてしまうといったところがあるので、このパーカー、まあ、この後ちょっと お見せできるかどうかわからないんですけども、穴が開けられて、しまいました。やっぱりリチャードソンジリストの習性としましては、穴を掘りたいっていうのがあるので、どうしてもこうやってね、こう袋工事になってくるとそこに穴を開けようとする習性があるみたいですね。さあ、左手で持っていたんですけど、右手で持ってまたポケットの中入ろうとしたので、ポケットにしっかりと入れてあげました。お、顔が出ましたね。こんな感じでたまにお外の様子を伺っているんですけれども、この仕草もすごく可愛いので、僕ら飼い主は癒されています。いつもはスマートフォンで録画したりはしないので、やっぱりこうやって、スマホをかざしてるとどうしても気になっちゃうみたいですね。一回お家の中に戻っているんですけれども、またすぐに飼い主に飛びついてきます。こうなるとね、完全にもうベタ慣れなのかなといった印象なので、まあ、だいぶリチャード君の信用を勝ち取ったのかなと僕らは思ってます。さあ、そろそろお家戻ろうかってお話をしてるんですけれども、やっぱりお家って言葉にちょっと敏感ですね。お散歩してる時とか、こういった時にお家って言うと少し抗議する鳴き声を上げて嫌がったりするんですけれども、どうしてもずっとね、構ってあげることはできないので、おやつをあげることによってお家に戻していきます。おやつの音だけでね、しっかりと頭を出して周りを見て、でおやつの方に行こうとするんですけど、落ちちゃいましたね。まあ特に怪我なんかもなかったので僕も安心しました。
あとはこの後はおやつをあげて、まあ機嫌を直したってところでこの動画は、終わりにさせていただきます。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。